他の人と違うことをするって差別化とちょっと違う気がするんですよね。一番最初に台湾で起業するなら固定費をなるべく抑える、あるいは固定費がかからないビジネスが僕はいいと思います。はい、やってまいりました。アップルミートメディアの時間です。お相手はアップルミート代表の佐藤です。こんにちは。本日お話したいのはですね、今後台湾で起業したいという方に向けて僕から3つのアドバイスを行いたいと思います。というのもですね、先日、台湾で起業したいという方とお会いしまして、で、その方に、アドバイスをいくつかしているうちにですね、あ、これ動画でみんなに伝えた方がいいんじゃないかと思って、今回の動画にしました。で、僕の会社なんですけれども、台湾で起業して、もう3年が経ちました。今年の9月から4年目を迎えます。で、売上なんですけれども、まあご想像にお任せしますが、割といいとは思います。で、今ちょっとコロナウイルスの影響を受けてですね、赤字が続いて、まあ、苦しい状況ではあるんですけれども、よほどの手間をしなければですね、おそらく4年目も、まあ、乗り越えられると思います。じゃあそんな僕がですね、なんで台湾で、3年間生き残ってこれたか、あるいは4年目もおそらく生き残ることができるのかっていうことをですね、僕の体験をもとに、アドバイスを3つしたいと思います。でも結論からお話ししてしまうとですね、その3つっていうのは、まず1人でしないっていうことと、競合の財務を見るっていうことと、あと固定費をかけないっていうことなんですけれども、この辺ですね、詳しくお話をしていきたいと思います。はい、では早速、1つ目の1人で起業しないということからお話をしたいと思います。これ理想はですね、台湾人と一緒に起業するっていうことが僕のメッセージです。どういうことかっていうとですね、台湾って日本人にとってとても住みやすい街であることは間違いないと思うんですけれども、やっぱり台湾って日本人にとってアウェーです。僕らは外国人です。で、外国人が台湾で起業しようとするとですね、やっぱりそれなりの、ハードルがあります。で、いくつか挙げたいんですけれども、まず一つ目がオフィスの契約ですね。台湾で起業するときに、まず、オフィスの契約をして、登記の住所っていうのを確保しないといけないんですね。これが、外国人の場合ですね、大家さんの中には外国人にオフィスを貸したくないっていう人が、一定数います。で、これは別に差別でも何でもなくて、日本でも外国人に対してアパートの部屋を貸したくないっていう日本人の大家さんがいるのと一緒で、なぜかというと、まず一つ目が何か起きたときにコミュニケーションが取れないっていう不安があると思います。で、二つ目が、まあ、もし何かあった時に、賃料を僕らが払わないで国外に逃亡するみたいなこともあり得るわけです。まあ、なので、大家さんからしてみれば外国人がオフィスを借りるっていうことは結構不安だと思うんですね。で、その点、僕らの場合は、僕は台湾人のパートナーがいて、で、彼がオフィスの契約っていうのを一緒に進めてくれたんで問題がありませんでした。二つ目なんですけれども、銀行の手続きですね。銀行の手続きも基本的に僕は台湾人のパートナーと一緒にやってました。何か銀行で大きなその手続きがあった時は、まあ、いつも台湾人のパートナーと彼と一緒に行って、で、彼が主に銀行の窓口の方とコミュニケーションというのを取ってくれました。僕はこのおかげでかなり手続きがスムーズに進んだと思っています。で、最後3つ目なんですけれども、会計士とのコミュニケーションですね。僕、もともと中国語ができるので、会計士さんから LINE で、なんかいろいろ質問があったりとかすると、普通に中国語で返してるんですけれども、やっぱり、時々、なんだこの文章はみたいな、その、源泉税とか税金のことについて聞かれたら、まあ、とてもじゃないですけど、対応できないんですね。で、そんな時に、やっぱり、彼が、会計士さんとコミュニケーションを取ってくれたおかげで、スムーズに進んだっていうことはあると思います。なので、今のアップルミートがあるのは本当に台湾人のパートナーの彼のおかげと言っても過言ではないぐらい台湾人のパートナーがいたことが、台湾企業ですごい有利に働いたと思います。で、これがじゃあもし台湾人のパートナーがいないで外国人が一人でやろうと思ったらですね、おそらくオフィスの賃料は高いところになりますし、会計士さんも日本語対応が可能みたいな、まあ、高い会計士さんになりますし、銀行の手続きもあまりスムーズに進まないということが予想されます。なので、1つ目なんですけれども、1人で起業しようとしない。あとごめんなさい、もう1つ、1人でやると、起業した時のアイデアに多分固執してしまうんですね。っていうのが、僕、Apple Meet を始めた当初、実はグロースハックをしますみたいなことを話してたんですね。で、今、これをご覧の方は、グロースハックなんだそれとかって思うと思うんですよ。要するに顧客目線の僕、コミュニケーションが最初できてなかったんですね。グロースハックなんて言わないで、ウェブマーケティングします、ウェブのプロモーションします、Google の広告の運用とかしますとかって言えばよかったんですけど、そこなんかカッコつけてグロースハックしますとかって言って、全然、お客さんがつかなかった時期があったんですね。で、その時に一人でやってたら、くそ、こいつら何も分かってねえなとかって思ったりとかしたと思うんですけど、これ2人でやってたことによって、その当時、お客さんがつかなくて、僕のパートナーが僕に対して、ちょっと不満げな感じで、仲が悪くなって、僕は僕で代表者っていう立場から、どうにかしないとなっていう責任感から、コミュニケーションの方法を変えたり、サービスを変えたりっていうことできたんですけれども、これ1人だったらちょっとできなかったなっていうふうに思うんで、やっぱり、何かするのは、台湾人のパートナーと2人でやるのがいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。次、2つ目なんですけれども、競合を見る、あるいは競合の財務諸表を見るということについて、話をしたいと思います。まず競合を見るってどういうことかっていうと、起業した時、あるいは起業する時って絶対何らかのアイデアを持っていると思います。で、じゃあこのアイデアを実行するってなった時に、他の人がやっているかどうかっていうのを確認してみてください。で、この時代なので、確実に誰か他の人はやってると思います。なので、もしやっていない人がいたら、その時はまずいってちょっと考えてみてください。どういうことかっていうと、普通の人はですね、おそらく他の人がやってなかったら、ラッキー、これ誰もまだやってない、誰も手をつけてない、俺が今やればすごいことができるぞみたいな思うと思うんですけれども、そうじゃなくて、僕の考えっていうのは、他の人がやってないっていうのは必ず理由があるべきで、僕は儲かってないからやってないんじゃないかっていうふうに考えます。で、じゃあもし他の人がやっていたら、ニーズがあるっていうことだと思うんですね。で、じゃあ他の人がやってたら、その人と同じことをするんじゃなくて、今やってる人よりどうしたらより良いものができるかっていうのを考えてやるべきじゃないかなっていうふうに思っています。で、例えば、Apple Meet なんて、簡単に言えば広告代理店、デジタルマーケティング、プロモーションみたいなしてる会社なんて、いくらでもあって、めちゃくちゃ競合が多いんですよ。でも、僕らはしました。で、結果的に、僕らにはお客さんがいて、売り上げも立っています。で、それはなんでかっていうと、僕らが考えたのは、日系の広告代理店あるいはウェブマーケティングの会社なんて、透明性ないところ多いよなっていうところと、広告の手数料に柔軟性がないところ多いよなっていうところと、あと中小企業あんまり受けようとしないよなっていうところで、僕らが狙ったのは、じゃあ透明性があって、価格手数料に柔軟性があって、なおかつ中小企業みたいなのをターゲットにしたら、幸いにもいろんなお客さんがついたという状況です。で、次に行いたいのが、競合の財務諸表を見るっていうことです。これどういうことかというと、自分が今からやることを大まかにカテゴリーしてください。っていうのが、例えば、先日僕に台湾で起業したいってご相談した方はですね、台湾のグッズを日本に定期的に送りたいっていうビジネスをしたいと考えてたんですね。で、僕、その方のアイデアに対して全然否定するつもりはなくて、それはなぜかというと、僕が嫌われたいからとかっていうわけではなくてですね、そもそもそのビジネスがうまくいくかどうかわからない、ちょっと僕の理解の範囲を超えてるので、下手なことが言えないなっていうのが本音です。じゃあどうすればいいかって、台湾で物を買ってそれを日本に送るって、これ簡単に言うと通販ビジネスだと思うんです。だったら通販ビジネスで、日本で上場している企業があるかどうかっていうのを探して、結論から言うとあるんですね。で、じゃああるんだったら、この上場企業のコストおよび売上のその構成っていうのを見てください。例えば粗利はいくらで、営業利益はいくらで、販管費はいくらかかっててみたいな。これが分かれば、自分が実際に台湾でそのビジネスをすることになった時の一つのベンチマークになります。例えば、僕が台湾のものを日本に送るっていうビジネスをしたとします。価格は1万円です。それに対して、仕入れのコストは4000円です。で、郵送費が2000円かかります。でプラスそこに人件費があったら3000円分ぐらい、1商品につき3000円かかったとします。まあ、その結果営業利益率が大体4000+2000+3000なので、まあ、10% ということになるってなったとします。じゃあこれを上場企業と比較するんですね。上場企業は仕入れに対していくら使っているのか、そして融通費に対していくら使っているのか、販管費に対していくら使っているのか、このコストの構成あるいは売上の構成っていうのが上場企業の売上の構成あるいはコストの構成とあまりにもかけ離れているようだったら自分のこのビジネスはおそらくうまくいかないです。なので、競合を見てくださいっていうのはまず他に誰かやってる人がいるかどうかっていうのを確認してみてください。でいなかったらちょっとまずいって考えてください。で逆にいたらチャンスと思ってください。でいたらその今やってる人よりもっとよくできないか、改善できないかっていうことを考えてください。で次に上場企業、自分たちのビジネスをきちんとカテゴライズして、そのカテゴリーで上場してる企業の財務諸表を見てください。有価証券報告書とかあります。で財務諸表を見て自分たちが今から行おうとしていることのビジネスの売上の構成あるいはコストの構成っていうのが上場企業とあまりにも離れているようだったらうまくいかない可能性があるので見つめ直してくださいっていうのが僕の2つ目のアドバイスです。はい、最後3つ目にお話ししたいのがですね、固定費を抑える、固定費をなるべくかけないっていうことです。ここで言う、固定費っていうのは例えばオフィスの家賃とか、お店の家賃のことを指します。で僕いろいろウェブサイトでオフィスの賃貸適切な価格ってどれぐらいなんだろうっていうのを調べてたらですね、まあ、どうやら粗利に対して10% 以下ぐらいがいいんじゃないのっていうのをよく見ました。で僕ら改めて、見た結果ですね、僕らの今の家賃っていうのは粗利に対して大体 6% ほどでした。で去年なので、2% とかでしたっていうのも今年の3月にちょっと大きなところを引っ越したんですね。で去年の狭いオフィスだったら、5% ほどでした。自分たちの店舗を持っている店舗ビジネス、飲食業とか、まあ、そういった人たちっていうのはどうすればいいんだっていうことを考えるかもしれないんですけれども、これちょっとだけ実例をお話しするとですね、台湾ってよく朝ごはんと、夜ごはんで同じ店舗をシェアしてるみたいなお店結構あるんですよ。例えばうちの近所にも、朝ごはんと、夜ごはん、夕ごはんで、まあ、全く違うメニューで全く違うオーナーが、やってるお店っていうのがあります。まあ、このようにですね、例えばじゃあ台湾でカフェをしたいという方はですね、カフェっていうのはおそらく朝から夕方ぐらいだと思うんですけれども、これをですね朝から夕方までにして抑えて、で、夕方の時間から夜の時間帯は、まあ、どっかその夜ご飯をしたいみたいな方と一緒にするとか、あるいはもう究極朝から夕方まではカフェ、夕方から夜までは、ディナーのお店で、そこからはバーみたいな、なんかもう3人で回したら多分本当に最強だなと思います。まあ、そういうことできると思うんで、こういうのを最近だとクラウドキッチンとかっていうみたいで、なんか一つのそのキッチン、一つのお店を複数人とシェアするみたいな、このやり方は台湾でやると固定費を抑えられて企業の成功確率っていうのをぐんと上げると僕は思ってます。で実はApple Mintもこういうことを考えていて、なんなら今リモートワークを週2日していて、週の4日間オフィス空けてるんですね。で僕的にはその4日間すごいもったいないなと思っていて、まあ、もし時間が合えば週末オフィスを使いたいみたいな人がいればですね、まあどんどんシェアして一緒に使って家賃を折半したいとかって思っているぐらいです。オフィスの家賃を抑えられたことでその分利益が確保できて、まあ、今に至るんじゃないかっていうふうに僕は思っています。以上が僕から3つのアドバイスでした。まとめますと、1つ目が1人で起業しようとしない、まあ、理想は台湾人のパートナーと2人でする、あるいは3人でするっていうのがいいと思います。僕はある起業家の方に、3人で起業しろみたいなことを言われたことがあります。これどういうことかっていうと、2人でするとやっぱり仲違いした時に仲悪い関係が続くから良くないっていうので、3人でしたら誰か仲裁役がいるからいいよみたいな話を聞きました。まあでも3人他に2人見つけるのが難しいっていうことであれば僕2人でもいいと思います。で、2つ目なんですけれども、競合がいるかどうかを探せ、競合がいたらその競合の財務諸表を、見てください。まあ、競合というより上場企業ですね、自分たちと同じことをしている上場企業の財務諸表を見てくださいっていうのが、2つ目です。で、3つ目なんですけれども、固定費、これからオフィスを借りるような人はですね、オフィスの家賃を抑えるということと、もう一つが店舗ビジネスをするっていう方はですね、お店の家賃をできるだけ下げる方法を考える。例えば店舗ビジネスであればカフェと夕ご飯みたいなので2人のオーナーで回すっていうことも可能ですし、あるいは、ラーメン屋さんとかであればお昼の時間帯から夜の時間帯はラーメン屋さんになると思うんですけれども、夜から朝の時間帯はバーにするとか、そういうことができるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい、僕からのアドバイスは以上になります。もしですね、Apple Mint の企業メソッド、僕個人に対してどうやって起業したらいいですかとか、質問があるようでしたらいつもですね、僕らのホームページあるいは僕の SNS から直接 DM あるいはフォローをしてください。時間があるときできる限りお答えいたしますので、今後ともご視聴のほどよろしくお願いします。それではまた。